ビリー・マッケンジーは、イギリス・スコットランドにある、ランディー氏出身の歌手で、シンガー・ソングライター。アソシーツのボーカリストとして活躍した。1957年、トージムと母、リリーの間に6人兄弟の長男として生まれる。子供の頃から歌自慢で、トム・ジョーンズや、ナット・キング・コール、ビリー・ホリデーなどの曲を歌って育つ。中学校卒業後、 仕事に耐えられず、ニュージーランドとアメリカを放浪する。17歳の時に、クロエ・ダマーと結婚するも半年もせずに離婚して帰国。彼女の兄、メルビン・ダマーが、ハワード・ヒューズから偶然に莫大な遺産を相続する、少し前のことだった。1976年、スコットランドでアラン・ランキングに出会い、ザー・スコルビン・ワンズを結成し、1979年にアソシエーツと改名。 1982年にアソシエーツはパーティーフェアーズ2やクラブカントリーなどのヒット曲を出すがアランとのツアーをめぐる意見の対立でグループとしては解散その後は1990年までビリー自身のソロプロジェクトとして稼働1992年に初めてソロ名義のアルバムターナシャネルを発表翌1993年にアランと アソシエイツ再結成のためのレコーディングをしたが、発表に足らず決裂。その後は、スティーブ・アングルと組んで音楽活動をしていた。しかし、うつ病に苦しんでおり、1996年に母親ががんで亡くなり死に目に会えなかったことが、追い打ちをかけた。1997年に、父親の家の側にあった納屋で自殺しているところが、発見された。 死因は市販薬と処方薬によるオーバードースであった。ドイル、トム、ザ、グラマー・チェイス、ソホースクエア、ロンドン、ブルームズベリー・パブリッシング、ISBN0 から74753615号。ありがとうございます。